このギャップね。来ましたね。ここなんですよ。ここでスクリーンするんですよ。ここでガチガチに沈ませ、待って。この番組は、今日のスポンサーの提供だ。お願いします。さあ皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスの兄さん、ママでございます。そしてはい、ボイスドクターのイーです。はい、今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。すいません、今日もコラボしてもらって、はい、ちょっと今日もいつも通りちょっとリアクション動画、はい、させていただきたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとこれ緊急で、うん、緊急で動画回してるんですけど、緊急のやつね。本当に緊急のやつで、はいはいはい、昨日ですね、うん、まあ先生とこう、うん、明日何やるみたいな、はい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 、ちょっとやり取りをしてる中で、うん、YouTube 見てたら、うん、ワンオクロックのライブ映像が超タイムリーに緊急で届きました。緊急で届いて、あ、これはこれでしょ、うん、と思って。なるほどなるほど。ワンオクといえば、うん、あの先日タカさんのその生態の秘密にちょっと迫りましょうという動画を先日上がっておりますが、はい、これぶりということで、またちょっとタカさんをフィーチャーした動画。いやー、勉強になりますからね。勉強になるし、トップシンガーのこの個性的なね、そう、歌唱というのは我々のフィードバック結構いっぱいある。そうなのよ、最新の動画というの。そうなんですよ。ありがとうございます。 今をお届けする、しかも新曲Make It Out Alive という曲なんですけど、じゃあ今のタカさんそうなんです、そうなんです、本当に、はい、って感じで、あの、今日見ていきたいと思いますので、うん、タカさん好きな方はもちろん、ボイトレ頑張ってる方もぜひ最後までご覧くださいと。という感じで、このチャンネルでは日々、発声関係のお話とか、ボイトレ関係の動画とか、今回みたいなリアクション動画とか、アップロードしておりますんで、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。そう。で、まあ、今回見ていく動画はこの辺に出てるかなと思うんですけれども、まあ、ついこの間のライブ映像でございますけれども、これ、着目ポイントいろいろあるんですけど、うん、シャウトしてるんですよ。スクリームしてるんですよ、つまり。かっこいいっすからね。そう。意外とタカさんのスクリームって、めっちゃ頻繁ではないっすよ。うんうんうん。レアっちゃレアなんですよ。レアっちゃレア、ね。レアっちゃレアなんで、これがね、見れる貴重な映像の一つなんですよね。はい、まあ、そ他にももちろん、はい、なんか、がなってたり、はい、あの、いろんなポジションで歌う、はい、タカさんのこの駆け巡る姿が見れるんで、これは楽しみですね。ちょっと我々、はい、声帯の専門家、ボイス、そして、ボイストレーナーのこの視点から、うん、見ていきましょうということでございます、うん、いきますね、はい、この曲がまたいいんすよ、うん、なんか新曲、そうこういう感じ、あ、リズムがね、こういう感じ、だから古き良き、うん、アメリカのロックみたいな、はいはい、こういう感じ、はいはい、ここはなんかクリーンっすよね、ちょっとちょっとちょっとこうちょっと激しくなって、うん、うんうん、やっぱり、うん、随所で、まあ、A メロっていうか、その最初のまずちょっと静かめな入り、うんうんうん、導入のところはちょっとクリーンめに歌ってます。すごく艶やかに歌ってる、声帯結構バチッといってる感じ、うん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 、あんまりこうタカさんの特徴であるハスキーさはそんなにない感じ、ない、うん、そんなない感じでビートが入ってくるじゃないですか、はい、そっからやっぱこういわゆるがなりとかパチって一回来ますよね。来てる。これ多分、一の方なんですよね。その、これだけじゃないんですけど、そうっす、最初に出てくる。そうか、そうか、そうか、そうか。なるほど、ジャブみたいなやつで、なるほど、シュッと来るやつですよね。一回高音に行って、まあ、圧がガッと、なるほど、かかると同時に、ナチュラルに入れる人。ああ、なるほど、はい。まず出そうと思ったら、うん、ライトに出るやつ。これはですね、超必殺技じゃないと思います。なるほど。もうさっと出せるやつですよね。でも、あ、ちょっとお茶でもどうぞっつって。そうですね。出てくるやつ。そう、そのお茶が最高級なんです。そう、だからもう大抵これでやられちゃうんですよね。あ、もう玉露だな。あはいただきます、ね。そうですね。そう。一杯1000円ぐらいするやつが。そうですね。いきなり出てくる。はい。大抵のこの一の方でやられちゃいます。やられちゃうんですよ。やられちゃうけど、はい、ちなみに、うん、さっきのなんかすごい、一瞬、割と高音域で。うん、うん。この辺だ。この辺。そう、ここ、うん、なーって結構いってる感じの、うん、ここかっこいい、ここちょっと2の方が見かけてるかもしれない。これしかもこのテクニカルなのは、はい、これいわゆる音程のグラデーションと一緒にいってるんで、なーっていってる。それでこの歪みの粒は変えてないんだ。変えてない変えてない変えてない、うんって、そう、反り立つ壁です。これ難しいよ、反り立つ壁で、うわーっていってるみたいな、そうそうそう、感じすごいね、これすごいすごい、これむずい、むずい、綺麗綺麗、うん、めっちゃ綺麗。あーね、なんかこうドヤ顔な感じでね、うん、ちょっと
っと流し気味の感じですよね。ここね。うん。でサビ。ああ、これこれ。そうこれこれ。そうびっくりする。これなんですよ。いやいい。サビですよ。いや。いや。おお。伸びしろ。伸びやかだな。まあ、サビ最後まで。うんうんうん、この荒々しさ10個ぐらい出ました10の回10の回バババババってびっくりしましたさあすごかったですね。ねめっちゃいろいろ怒涛の怒涛に来ましたね。まずサビの本当にピークのフレーズ、うん、一番最初の、うんうんうん、すんごい高いっすあそこ B4 ぐらいなんです多分ね。ちょっとこれは叩いてほしいですね、うん、多分ね B4 ぐらいだと思うんですよ、うん、この辺かなこれかなうんこのねえこれは最高級ですよ。最高級。もう、はい、玉露どころじゃないですよ、これ。そうですね。やばいわ、これ。スーパー玉露です。スーパー玉露。ちょっとすごいですよ。パチンコみたいな。確かに。スーパー玉露、なんか出玉がすごいみたいな。すごい。ロングトーンだから、これ。確かにね。これ、何これ。すごいな。その前からちょっと歪んでるんですよ。そうなんですよ。ちょっとメイの終わり際ぐらいか。メイってね。ぐらいから。これはいつも通りなんですけど、はい、多分喉は潰してじゃないんですよね。はい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 。だからその呼気のちょうどいい感じと、声帯でもちょっと逃しながら出す。いやーそうですよね。ね。なんか投げてる感じするんですよね、結構。受けてない、なるほど。潰してない。潰してない。あんまり受けてない、うんうん。空気の流れをしっかり感じるから。なるほど、なるほど。それもあって気持ちいいですよね。この気持ちいい。ポンっていく感じ、抜けがあるんですよ。抜けがある。ちょっと呼吸出して。投げてる。ああペンって。投げてる。このシャウトが僕一番好きかもしれない。すごいっすよ。すごいね。ぶん投げ感がある。だからこれ、なんていうか、まあ、ミックスとか、うん、そういう、なんかじゃなくて、地声もう地声感ですよね。地声感スーパー、うん、スーパー強いと思います。スーパー強いね、これね。今のこの歌い方もそうだと思うんだけど、うん、ちょっとこの、やっぱ前かがむようなのと相性いいですよね。確かに。やっぱ圧を上げてるんだ、ね、確かに確かに確かに。うん、行くぞってしてますよ、ね。行くぞって感じね。ね。で、そこを聞きつつ、うん、続きも、こう流して、ね。ああ、そうです。腹圧かけてる。うんチーム裏返しのね、ポイントザーンドンがいいっすね。ここめちゃくちゃ難しいですよ。イボインイボインで歪むってやっぱそうですね。地獄の商業ですそうですね。これそうですね、狂気の沙汰です。狂気の沙汰ですこれはそうですよ ね, ね地獄の商業だこれ。多分普通にやったらみんな喉潰すやつ。確かにこれでも抜け感いいですよね。イなのにね。イだし、これも B4、うん、しかもこれ、その後もかっこよくないですか。 C シャープぐらい言ってんですか、これ。 B or I かな、この後。これだから、もうこの歪みから次に行く準備ができてないと、うん、そうですね、繋がんなくないですか。繋がんないですね。無理だな、これ。操ってんな。もうちょっと前から聞かせてもらうと、ね、ね、うん、ザンガンです、強いガナ。ああ。ピーワーワーぐらいで。ちょっと、やっぱ 0. コンマ5秒ぐらい、こう、こう、回り道してる感じ。こうね。うん。回り道感。こっちは抜けてるんだけど、うん、イの方は逆にね。ビーゴーみたいな、うん。こういうニュアンス。これ伝わってるんすかね、これ。これ真面目すぎる。うん。ああ、これ強い。ビガラ。ウィガラ、ウィガラ、ガがね、抜けてましたね。ね、ガが抜けてましたね。ガなのに、ね、ウィガラ、ウィガラ、ウィガラみたいな。バチバチバチ。ここも一応音程感はあるんですか。それとももう投げる感じで、G か F シャープぐらいですか。すげえな。ここはちょっと詰めてます。詰めてる。ちょっとあのいい意味で、あの倍音を強めたいがためのちょっとの強めみたいな感じかな。なるほど、なるほど。うんうん、はちょっと感じますけど。はい、はい。あ、もちろんいい意味で。うん。うわっ、あなんかね、今のも、ここはだから、ここ稼いだい強めです。そう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 、そうです、ね、そうです。ガとここは。粒の、全然違うでしょ、ね、そう。いってる。うん。5周したらわかりますよ。ここね。いや、ほんとにほんとに。そうね。それぐらいちょっと繊細な、いや、そうそうそう。歪みの使い分けをしてるんじゃないか。そう。ね。ゴー、これこれ。
これこれこれちょっちょこれ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 びっくりしたね。うわウィギャラウィギャラからのうわーってそう肉食獣のようにここは食ってきてますよ ね体勢もやっぱチクチクね前出てうわ攻撃的ですねこれ、うん、これ綺麗クリーンの強は抜群なんですね抜群そうねうわうわあ軽やか軽やかここはめっちゃツヤツヤクリーンはもう超一定ですねうーんあーずっとこういうテンションでずっと言ってる感じ言ってるから楽々なんですよ楽々、うん、表情見たらね表情見たらもうなんかこ、うん、こんなんやってそうそうこんなんやってこうねでこのシャウト泣く時こうなるガーそうそうかっこいいよね一瞬の時とかうん、うん、あーこれねでこうこうしないからなるほどねあー余裕でしょどっちにしろもうわこれだから来たはいあれですか、うん、その喉を爪目で出すシャウトもあるしあそうです、ね、呼気圧を強く出すシャウトもあるしそう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 そこを場面場面で使い分けてるよねそうそうそう軸があってそう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 それを3なんかもう5段階ぐらいあって、うん、そこが掛け算になるからそうそうそうだから 5×5 の25の掛け算そう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 確率の問題みたいな、うん、そうそうそうこれすごいなこの辺とかもちょっと違うしあこれはいはいなんかここは1サビと一緒なんですけど、うん、ちょっとこっちが広いっすねうんだからこっちの方1サビの方がガナリは強いあ強いと思いますね、うん、こっちの方がなんか地声感薄いかもしれないですある種、うん、ある種ある種ね、うんうん、あーでもかっこいいかっこいいかっこいいめっちゃかっこいい、うん、これいや出したい人もいると思うんだけど同じこと言おうと思いました、うん、出したいこれを出したいんだったら絶対全員にクリーンからいや本当にそういや僕もそうさせますもんそうですレッスンの時、うん、クリーンができてない声帯がバチっていってない状態で、うん、これをやるとするとただただ喉が摩耗してそう屍になるんでまあミックスボイスっていう考え方はすごくいいんだけど、うんはいはい、ミックスボイスを出せたらできることでもないでもないですね、うんうん、むしろそっから地声を鍛えないといけないあそうです地声の強さ、ね、そうですよね地声のバチバチ感ですね、うん、このだから、うん、さっきの高いところえここをしっかり地声当てれるようにしとかないと、うん、そうですだからこの口の形とかものすごい参考になるんですよ、うんうん、今ライブならではのライブならではの、うんうん、この口角の感じとかいいっすね、うん、これとかねこれとかねそう今こうしっかり口を開けてますか、ね、開けてます開けてる開けてるこれだから地声をしっかり出す時のポジションですよそうですね、はい、本当にそれにこの、ガナリが、はい、ある種ナチュラルに乗ってるところが、ね、これが、まあ、タカさんかっこいいいや、本当にそうです。うん、もう引き出しとして完全に落とし込んでるんで、ね。落とし込んでる。こういう音を出したいって思い浮かべたら、それにもう当たるようになってる。いくんですね。そういうシステムになってる。そう、だから、まあ、意識のフェーズと無意識のフェーズがあるんですけど、そうですね。このライブ中は無意識でしょ。いや、そうですね。それがもう、できる段階。いや、本当にそう。ライブは結局本ちゃんなんで。そう。いかに素振りを繰り返して、まあ、すごい本能的なんですよね。いや、そうこれはね。ね。相当の最高の教材です。教材。間違いない。うん。これすごいわ。ね。うわすごいわ。ありがとうございますって感じでした。いや、すごい。本当に。いやかっけ。今の、そう、一瞬、ウィギャーだ。ウィギャーね。ね。そう、そこは、結構前目に潰してるでしょここは結構潰してるです、うん、これ、ね、引き出しですよ使い分けてんすよすごいそうです、うん、これでずっと行くとしんどいんだけどいろいろやってるので分散してるんですよね、まあ、重いものをそのなんでしょうねそう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 1個のものを一本足で支えたら辛いじゃないですかそういうことなんですよいっぱいいろいろやってるんでで支えが効いてるんで、うん、これ崩れないんですよそう一、うん、本の支柱はあるんだけども、うん、さらにこういろんなのがあるから大丈夫なんですよねこれねこれすごいもの見てますよすごいもの見てますよ、うん、これはこの次あのさっき冒頭にちょっと予告しましたが、うんうん、あの部分、うん、あの部分が来るんですよこの後ですここからもう最高潮でしたあここなんですよここでスクリーンするんですよここでガチガチに歪ませ待ってましたなるほどねバチバチに歪ませるんですこれも高いねしかもね高い
これやっぱタカさんのシャウトって感じなんですよ。うん。これ、待ってました。これね。ちょっと封印気味だったやつ。そうです、そうです、そうです。ここで神を一回。一回宿して。宿して。一回宿して、スクリームの神宿して。こうなって。うわーやーやーやーって。なるほどね。一回こう、ブレッシーなところから、ヒュッとここは入ってるんですよね。そう。一回こう、やっぱ抜いてるんですよ。あ一瞬ちょっとこう、ブレッシーに行って、ふってこう、歪みを乗せてるような感じで、やっぱダメージは逃してるかなと。で、これ、よく聞いてもらったらわかるんですけど、うん、音量差、多分そんな出てないです。あなるほど。多分。多分ね。多分、多分。このシャウトスクリームに関してはね。うん、そう。うん、多分そうだと思うんですよね。そこまでに感じていた、うん、そのいわゆる倍音の広がりみたいなものは、うん、あるんですけど、もちろん、うんうん、もちろんあるし、音はもちろんでかいというか、うんうん出てるんですけど、そこまでの大音量って比べたら、このスクリームのタイプはね。うん、そうです、そうです、そうです。中音量ぐらいかな。うん。だと思います。あー、そうかもしんない。そうかもしんない。省エネだと思います。うんうん。だから、ね、綺麗に乗ってますもんね。あ、そう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 。無駄がない。この歪みが、はい、まあ、もしかしたらね、はい、マイクとかで作ってるんじゃないかとか、そうそうそう思ってる人もいるかもしれないですけど、マイクはむしろ綺麗に音を拾ってます。いや、そうです、そうです、そうです。今の感じだと。必要最低限の。ですよね。パワー。うん。これは省エネですよ。これがだから、人体で作られているという。いや、この、そう。ミステリーなわけです。いや、マジですよ。このノリ。これです。この縦。このグルーヴよ。わかりやすい。そう、本当にそう。本当にそう。バンドとしての成熟をめちゃくちゃ感じる。うん、ファンもメンバーみたいな感じ。いや、これね。わかります。ファミリー。このギャップね来ましたねこの。できちゃうか。できちゃいます。いや、できちゃいますよ。できちゃうんすね。このまま普通にニュートラルもいけちゃうんですよ。結局。じゃあ最強じゃないですか。最強です。全部いけてる。さっき歪んでた部分がクリーンになりましたよというところです。すごいね。綺麗でしたよ、ほら。綺麗になったね、つって。おじさん感じですよ。いつの間にか。ここ。ちょっと歪ましてんだ、ね、しかもなんか今ちょっと、はい、抜いてましたなんならちょっとこう余裕ありましたなんかね気にするぐらいうわなんかちょっとどんなちょっとこちょ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 こ確かに確かにやってましたねちょっと余裕シャクシャク確かにこんなやつちょっとメイキュワーこんなそんなできないやつです全集中なんですほんとこんな人いて、ね、無理無理自分の部屋みたいにしないで。自分の部屋で歌ってんじゃないんだよ。ちょっと風呂上がりみたいな。そうそう。メイキュラーってやってんじゃないんだから。こんなに生きてるんだから。そうですね。すごい。みんな集中してるのに、ね。そう。すごいですね。この余裕がね。すごい。この余裕がこのパフォーマンスなんです。もうベテランですよ。ね、やっぱね。もう、うん、こんな。すごい。かっこいい。かっこいい。ロックスター感ある。いや、いいなぁ。煽る時の声質もちょっと違いますね、なんか。いや。来た。やっば。すごいんだよね。いい。とんでもない歌詞作りますね。いいね。普通書き換えますけど。本当にそう。あーい。これは潰してんなここ。ここはね。行ってますねここは。行ってますよ。うわあ。いいね。こういう感じですもん。いいですね。はい。うわもうかっこいいもん、これ。この今、かっこいい。かっこいい。めちゃくちゃかっこいい。今日の一枚です。かっこいい、これかっこいい。これライブレポで載っててもおかしくない。おかしくない。これいい写真ですよ。すごい。うん、すごいわ、ここは。いや、引き出しやばい。うわわかる、最後のところが。最後も。乗って最後も歪ましてくれましたか。しかもちょっと曲が蹴るから分かりますね。パリ最後ちょっと今度は潰すんじゃなくて、うん、そう漏らし気味の漏らしでしたね。ねえ漏らしっていうのもエモさ分かります。そうそうなんか儚さね。ちょっとこうそうちょっとブリーチされてる感じっていうか、ね、このロゴみたいなこのワンクのロゴみたいな感じのサラサラみたいな。そうそうこういう感じグリッチ感そうグリッチ感グリッチ感ある感じのね感じですよね。そうそう、うん、そうスモーキーな感じっていうかサラ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 みたいな伝わるかなこれこういう感じですよね。この歪みもできるんでできるんですごいいい動画でしたね。ベストパフォーマンスの一つなんじゃないですかこれ。これは鳥肌立つな。ねこれは本当にすごいすごい勉強にもなるし、うん、このフェーズにいるんですね。いやもう神の領域にいるかもしれないです。
マジですごいっすね。なんかみんなチケットもぎ取ってでも行った方がいいやつ、ね、そうっすよ、半分越した半分越した方がいい、こうやって半分越して行った方がいい複数あのちゃんと皆さんね、そうです、ちゃんとした席でちゃんとご協力をご購入してくださいね、本当にね。バンドとしてもそうですし、うんうん、高さんのボーカリストとしてもそうですけど、厚み出てきてますよね。なんかいや最高ですよ、なんか風格、まあさっきグルーヴって言ったけど、あ、そうですね、これが、うんうん、ライブで欲しいんすもん。いや、そうですよね、うん、説得力じゃないですけど、そう迫り来る何か気迫みたいなね、観客の人もこのやっぱメンバーとして、うん、なんかこうこのために来てるような、いや、そうです、一日をかけてるわけですから、ね、皆さん命削ってるわけです。一体感すごいですね。いや、すごいすごい、このライブの一体感すごい、うん、いや、素晴らしいでございます。はい、なので皆さんぜひ本家の動画もあの概要欄貼ってますんで、うん、チェックしてみてください、はい、あと今回の動画良かったよと勉強になったよという方も高評価ですね、あとはチャンネル登録お済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。小山専門家李先生とボイスの生放送がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。